戻せよ戻せよ戻せよ。うまい！水木さん、皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は2023年10月9日に多摩未来メッセで開催された東京女子プロレスレスルプリンセス4のメインイベント、プリンセス、オブプリンセス選手権試合、王者水木対挑戦者山下美優の感想を話してみたいと思います。この東京女子のですね、ビッグマッチレスルプリンセス4の各試合について話してきたんですけど、今回最後ということでメインイベントについて話していきます。東京プリンセスカップで敗れた相手が優勝してリベンジマッチになった水木、常山下美優にどう向かうのかというところで、7、8割、ここで水木がリベンジして、また防衛ロードを築いていくのかなと思っていたんですけど、そんな簡単ではなかったな、と思いますので、話していければと思います。目次ですが、ハイレベルな攻防じゃなくて、痛みを伝える攻防もたっぷりというところで、はい。改めて、もう、二人の実力は十分、高い中で、まあ、痛みを伝わる攻防を見せてくれたなと思います。で、まあ、結論から言うと、敗れてしまった水木なんですけど、ここまでの防衛ロードっていうのは、新しい時代を感じさせてくれたなと思います。で、ここから、強さ溢れる山下美優がどんな防衛戦をするのか、楽しみだなというふうには思いますので、そこについて話していきます。で、一つ目ですね。ハイレベルな攻防じゃなくて、痛みを伝える攻防もあるということで、これまでずっと戦ってきている二人だからこそ、先に読み合いだったり、ハイレベルな、相手がこうするからこうするみたいなところで、プロレスの奥深さを見せてくれる攻防だったんですけど、それだけじゃなくて、しっかり痛みを伝える攻防もあったなと思います。まあ、ゴングが鳴ってからの先に読み合いだったり、グランドの攻防の後ですね、まあ、場外戦になったんです。ここは、一つ、痛みが感じられるシーンがあるので見ていただければと思います。うまい！水木さん、はい、場外戦になって山下美優が水木を抱え、まあ、捕まえて抱え上げて、マットの上での、ここで、はい、アディチュードアジャストメントを決めました。はい。ドスンという音はしてですね、まあ、近くにいたっていうのもあるんですけど、もう、なんですかね、ドスンという衝撃が伝わってくるっていうところで、やっぱ痛みのある技を見せてくれたなというふうに思います。で、こんな感じで場外含めて、いろんなところで試合を、攻防を見せたというような試合でした。で、結果としては、水木が敗れてしまったんですけど、二つ目の話に移っていきたいと思います。で、水木の防衛ロードは、新しい時代を感じさせてくれたというふうに思っています。で、結果としては敗れてしまったんですけど、まあ、惜しいシーンもあったので、まずはそのシーン見ていただければと思います。まずはもう、水木しか出せない技、うざめですね。ボディアタックなんですけど、くるくる回るっていう、もうこれだけですごいなと思うんですけど、その後ですね、はい、トップロープに登ってのですね、はい、ダイビングフットスタンプが決まり、はい、こっ
から、もうこれ勝ったな、こっからもう、なんですかね、もう決めパターンだなと思って、一気に QT スペシャル狙うんです。これ耐えられますと。で、最近のタイトルマッチだと、こっからのですね、はい、バックエルボーが決まって、で、もう一回投げ捨てるっていうシーンが多くて、ここも決まったかなと思いきや、山下美夢が読んでいて投げ捨てるという形で、まあ、反撃にあってしまったというところですね。で、まあ、ここが決まってれば、多分、勝利してたなというシーンだったんですけど、まあ、また、水木がベルト巻くシーンも、ベルト巻く日も来るかなというふうには思っています。で、今回ですね、水木がベルト巻いたっていうのはやっぱり意味があることだったなと思います。中島翔子、山下美優、坂崎優香、辰巳梨花の4人がもうずっとベルトを巻いていた、このプリプリ王座、新しい王座になりましたと。で、まあ、坂崎優香から勝利をして取った後ですね、角田直、ソヤレック、伊藤真希と、それぞれとタイトルマッチを戦ってきて、まあ、10分から、まあ、25分ぐらいの試合を見せてくれましたと。で、この防衛ロードの中に、これまで巻いてきた、ベルトを巻いた4人が、いなかったのも良かったと思っていて、東京女子の次のステップを感じさせるような、防衛ロードだったなと思っております。また次、水木がベルトを巻いた時は、東京女子の、まあ、旧世代って言い方が確かわかんないですけど、第一世代とも戦っている試合も見てみたいな、に思っております。で、三つ目ですね。まあ、強さ溢れる山下美夢がどんな防衛戦をするのかというところで、まあ、水木の技を受け止めた上で、力で上回ったように見えました。で、まあ、最後の攻撃はすごかったので、はい、最後ですね、勝利したシーン見ていただければと思います。はい、最後ですね、もう最上位の必殺技であるクラッシュラピッドヒートで、水木からスリーカウントを奪い、防衛をしたと、王者をダッシュしたというような形になりました。で、次どうなるんだろうと思っていて、まあ新しい東京女子の選手が出てくるのかなと思いきや、この大会の中でですね、発表された未知の競合ですね。レジーナという選手がですね、やってくるということで、このでかいらしいです。このでかい人と、挑戦者に迎えて戦うということになりました。で、まあ、その後どういう防衛戦をやっていくのか、多分次は 1.4 になるのかなとも思いますけど、12月1日にもう一個試合、10周年の試合があるので、ここでも、ここになるのかもなと思いつつ、どんな防衛戦をするのか、結構楽しみだなと思いました。で、ちょっと写真撮れなくて本当にミスったなと思ったんですけど、退場の最後にですね、山下美夢が坂崎優香のポーズをしたので、坂崎優香が AW に移籍をする前に何かこのタイトルをやるのかなとも、タイトルマッチをするのかなと思っていて楽しみだったりしてますし、他の途上市の選手とするのかもしれないなと思っていて、また新しいこの山下美夢の防衛ロードというのはどういう風になっていくのか楽しみにしております。はい、以上でこのメインイベントの話は終わりたいと思います。本当にこの大会結局6試合か7試合ぐらいは動画でまとめさせていただいたぐらい、いろいろ見どころがある大会だったので、レースユニバースだったり、いろんなところで見ていただければな、というふうに思っております。それでは、また、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。